狭山事件は、1963年5月1日に埼玉県狭山市で発生した、高校1年生の少女を被害者とする強盗強姦殺人事件、誘拐殺人事件と呼ばれる場合もあるが、誘拐罪では起訴されていない。この事件は1977年8月9日に最高裁の上告棄却によって結審し、犯人とされた石川和夫はすでに出所しているのだが、ここでは未解決事件として紹介していきます。犯人は捕まったものの冤罪の可能性が高く、当時の警察のやり方にも問題があったのです。では事件の内容に行きましょう。1963年5月1日は中田義江さんの16歳の誕生日だった。多くの土地を持ち、狭山市内では富裕な農家として知られている中田家では折飯を炊き、娘の帰りを待っていた。学校の友人たちによると、義江さんは15時30分には学校から帰宅したそうだが、夕方の18時を過ぎても帰ってこない。心配になった長男が学校に出向いたが、すでに生徒は全員下校しているという話で、義江さんの姿はなかった。後の調査で判明しているところでは、下校途中のガード下で誰かと待ち合わせている義江さんが目撃されているが、それが最後の義江さん目撃情報となった。長男は行き違いを期待したが、やはり帰宅しておらず、19時30分から10分ほど家族会議をしていると、長男の健二さんがガラス戸に白い封筒があるのを発見する。しかし19時30分にはなかった。わずか10分の間に誰かが置いていったのだ。その封筒には、庄司様、中田豊作、と書かれていた。おそらく、豊作は中田家の家長である中田栄作氏のことであると思われた。封筒には、義江さんの生徒手帳が入っており、次のことが書いてあった。庄司様、この紙に包んでこい、子供の命が放置かたら4月29日の夜12時に、5月2日、金20万円、女の人がもう、つて前の門のところにいろ。佐野や、友達が車で行くからその人に渡せ。時が1分でも遅れたら、子供の命がないと思い、警察には明記たら消去はし。もし車で行った友達が時間通り無事に帰ってきめいかつたら子供は西武園の池の中に死でいるからそこ、行ってみろ。もし車で行った友達が時間通り無事に帰ってきたら子供は1時間後に車で無事に届ける。繰り返す。警察に話すな。禁止、世の人にも話すな、子供死でしまう。もし金を取りに行って、違う人がいたらそのまま帰ってきて、子供は殺してやる。この特徴的な誤字や筆跡は後に犯人、石川和夫の立件に大きな役割を果たすことになる。脅迫状と判断した栄作氏は15分後の19時45分には警察に通報した。またこの時、義江さんの自転車が敷地内の所定の場所に止められていた。どうやら封筒を届けるついでに持ってきたようだが、義江さんのいつもの場所を知っていたところから見ると、犯人は中田家の事情に詳しいと見える。脅迫状によれば、5月2日午前12時に佐野屋酒店に友達が金を取りに行くから、その男に金を渡せ。女が金を持ってこいとなっている。金を持っていく役目は二女の、と家さんが引き受けた。被害者の義江さんの家庭は、母親がすでに死亡しており、父の他男兄弟が3人、女姉妹が5人で、義江さんは4女だった。しかし長女は嫁に行って、絶縁状態にあり、三女は幼くして死亡している。そして、指定された5月2日の11時50分頃、富江さんは佐野屋酒店の前に立った。手には警察が用意した偽造紙幣10万円分が握られていた。周囲は40人もの警官が動員され、犯人の到着をまだかと待ち構えていた。おい、来てんのか。闇の中から一人の男の声が響いた。男のいる位置は佐野屋酒店から30メートルほど離れた畑の中で張り込んでいた警察官の間に緊張が走る。はい、来てます。と、富江さんが返事をすると、警察に話したんだで、そこに二人いるでねか、富江さんは、一人で来てますから、こっちに来てください、と言った。警官の気配に気づいたのか、男はくるりと背を向けると、一目散に逃げ出した。逃がすな。警官たちが懸命に追うが、たまたま、犯人のいる方向の警官が年配であり、また、犯人は若いのか非常に逃げ足が早かった。結局この日、警察は犯人を取り逃がしてしまうのである。40人もの動員をかけながら現場に来た犯人を取り逃がしたというのは埼玉県警の大失態であり、連日報道で警察は批判にさらされることになる。何が何でも犯人を逮捕しなくてはならない。受けた屈辱を晴らすという執念に燃えた埼玉県警のプレッシャーが捜査本部のその後の強引な捜査に結びついていくことになったと思われる。翌日5月3日警察犬を動員し捜査を行うも、川で匂いが立たれており、犯人は川で匂いを消したと思われた。匂いを見失った近くに石田養豚場があり、警察はそこに犯人がいるのではと半ば強引に考えた。翌日5月4日、ついに義江さんの遺体が発見された。
彼女の遺体は雑木林に通じる農道に埋められており、穴の深さは約1メートルほどで、吉江さんは手拭いで両手を後ろ手に縛られ、目を手拭いで目隠しをされていた。スカートはめくられて、下着は膝まで下ろされており、性器には強姦の痕跡があった。付着していた精液から犯人の血液型は B 型であることが判明した。また、抵抗した時にできたと思われる傷はなく、無抵抗で絞め殺されたものと思われた。死因は首を絞められたことによる窒息死で、首に指の跡がないことから現場にはないが、何か紐のようなもので絞め殺されたと推測された。5月11日には、遺体発見現場から124メートル離れたところでスコップが発見され、付着していた土が、遺体発見現場の土と一致したことから、このスコップが使われたと判明。石田養豚場の経営者やその家族は被差別部落の出身であり、警察は事件の当初からこの養豚場に出入りする部落出身者を最も疑わしいと考えて捜査を進めていた。この事件は部落出身者を集中的に疑うという捜査が行われ、後に部落差別問題として世間から非難を浴びることとなった事件でもある。こうした差別は身分平等を謳う共産主義と親和性が高く、左翼運動の原動力ともなっていた。要するに、左翼運動と警察は犬猿の仲であり、左翼運動の一翼を担っていた、部落運動も警察は敵視していた時代であったのである。事件から約3週間後の5月23日、喧嘩と窃盗の罪で一人の男が逮捕される。男の名は石田和夫、24、で、被差別部落に住んでいる青年であった。血液型も B 型で事件の3ヶ月前、前まで石田養豚場に勤めていた。警察の捜索する犯人像に最も合致した男であり、逮捕されてからはもっぱら、吉江さんとの関係について問いただされている。典型的な別件逮捕である。逮捕当日には、十数人という大規模な家宅捜索が行われ、天井を剥がし、庭を掘り返すほどの大捜索になったが、事件に結びつく手がかりは得られなかった。石田も、吉江さんの誘拐に関しては、頑として犯行を否認していた。6月17日、勾留期限が切れたため、石田容疑者は釈放されるが同時に殺人容疑で再逮捕、再び家宅捜索が行われるも決め手となる証拠は何一つ出てこなかった。一方、前日の拷問のような取り調べに疲弊した石田容疑者は、今認めれば10年で出してやる、という刑事の言葉に犯行を認める供述を始める。このあたりから事件は非常に異臭が漂い始める。石田容疑者が吉江さんのカバンを捨てた地図を描いたところ、その場所からカバンが発見された。また、吉江さんの万年筆を盗み、自宅のカモイに隠したという供述に基づき捜査したところ、実際に万年筆が発見された。通常であればこれで一件落着であるがそうはいかない。後日、石田容疑者の地図は警察官が2枚紙を重ねておき、石田容疑者は下の紙の線をなぞっただけであることが判明している。しかも発見されたカバンは革製だが、吉江さんのカバンは革製ではなく、吉江さんのカバンではないことが明らかとなった。また、発見された万年筆だが、数度にわたり大捜索をしたにもかかわらず見つからなかった証拠品が突然見つかっただけでも不自然である。さらに見つかった万年筆は、ブルーブラックの新品で使用した形跡がなかった。吉江さんの万年筆はライトブルーであり、これも吉江さんの持ち物ではなかった。また、発見された腕時計も発見されたのはシチズンベッドであるが、吉江さんの腕時計はシチズンコニーであり、同じく証拠とはなり得なかった。要は犯人を特定するのに重要であった証拠は全て意味がなかったのである。警察は筆跡鑑定の結果、脅迫状が石田容疑者の手によるものだという鑑定を裁判所に提出しているが、実は学習院、大学や京都市教育委員会では別人という鑑定を提出しており、都合の良い鑑定結果だけを前提して提出していた。これらの事実により、犯人逮捕の興奮は冷め、警察のずさんな捜査に疑問の声が上がり始めた。それを追うように、不審な死が周囲に起き始める。一人目、5月6日、運送会社勤務の奥富源治、31、が農薬を飲み、井戸に飛び込んで自殺した。しかし彼は新居を新築し、翌日は結婚式という幸せの絶頂にいたはずであり、自殺した理由は見当もつかなかった。二人目、不審な3人組を見たと警察に通報した田中昇、31、が包丁で胸を刺して自殺した。警察に犯人扱いされたとノイローゼ状態になっていたのが原因と言われる。3人目、事件の翌年の7月、今度は被害者の姉であり、身代金の受け渡しを受け負ったと、美恵さんが農薬を飲んで自殺する。石田被告の死刑判決を受け、精神状態が不安定になったと見る向きもある。
4人目、昭和41年10月24日、事件から3年4ヶ月経過していたこの日、石田養豚場の経営者、石田和義の兄が西武入曽駅付近の線路上で溺死体となって発見される。警察は自殺として処理した。5人目、昭和52年10月4日、中田家の次男、中田佳代が首を吊って自殺した。経営する中華料理家の販売不振のせいとされるが、不動産もあり、また、実家の中田家が資産家であることからこの死にも不振の目が向けられることになった。6人目、昭和52年12月19日、狭山事件について調査を行っていたジャーナリスト片桐群蔵が東京都豊島区の路地で何者かに襲われ、暴行の末2日後に死亡した。この事件の犯人はわからぬまま迷宮入りとなった。1990年に出版された犯人、狭山事件より、では犯人は次男であり、真犯人が次男であることを二女のと美恵さんは知っていたのではないか。だからこそ、石田容疑者の死刑判決にショックを受けて自殺したのではないかと主張している。一方、昭和39年3月11日、浦和地裁で行われた裁判では、石川は死刑判決となった。翌日石川は控訴した。強引な取り調べや、自発すれば10年で出してやる、と持ちかけられたことなどを話し、一転して全面否定した。昭和49年10月31日、東京高等裁判所で無期懲役の判決が出され、上告するも、昭和52年8月9日には最高裁で上告が棄却され、石川の無期懲役が確定した。石川は千葉刑務所に服役することとなった。そして31年7ヶ月の時を経て、平成6年12月21日に石川はようやく仮出獄することができた。石川は出獄後も支援者と共に無罪を主張し続けている。この事件は闇が深く、警察の乱暴な捜査が露呈されたと思います。事件解決や警察としてのプライドのために無理やり解決させたかのように思われます。周りの人間の不審なしも何か呪いのような不気味さを感じます。この狭山事件は、都市伝説では、トトロと関係していると話題になりましたね。ここではトトロとの関係は省きますが、不思議と一致していることが多いです。隣のトトロと狭山事件に関しての動画は、もし要望が多ければ撮影したいと思います。他の解説者の動画の方がわかりやすいとは思いますが。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。